読み終わって分かりましたが、そういうことになったのですか。なるほど。あれ、ほのかはどこへ行ったのですか。眠気覚ましにジョギングへ。そうだったのですね。私としたことが読書に集中していて全然気がつきませんでした。きっと私に言ったら引き止められると思ったのでしょうね。寄り道しないで戻ってくるといいのですが、あなたも霧のいいところまで終わったようですね。ちょうど私も本を読み終えましたし、少し休憩にしましょうか。なかなか興味深いお話でしたよ。教科書の一部抜き出しではわからなかったので、前後の文章を全て読めてすっきりしました。以前からどうして全文を載せないのか気にはなっていたのですが、このボリュームを全部載せていたら大変なことになりますね。なんだか美味しそうな匂いがしませんか。何じゅ、それはほのかの家ですから。どうしてここにおまんじゅうが。ゆきほが差し入れに持ってきてくれたのですか。私としたことがよほど集中していたのですね。弓道もそうですが、集中すると周りが見えなくなるようで、せっかく3人で集まったのにもったいないですね。ではおまんじゅうをいただいて休憩したら、私も問題集を解くことにします。わからないことがあれば何でも聞いてくださいね。